What's up, everyone? AJ here, and today is the first day of the Fleeting Colors in Flight event. So what I'm gonna do is I'm gonna go through as many of the quests as possible. So without further ado, let's get down to business. So first off, I'm gonna go to the let's go to the event details first, sorry. So as you can see, there's some flame plume star flowers. Go to quest. There's three parts. Part 2 unlocks in 1 day. Part 3 in 5 days. And then we have the Great Gathering. Again, go to the quest. Then the Wondrous Shadows. Let's go to the quest. And lastly, Oceanic Defender will be unlocked in 5 days. Then sure, let's see what we have. What in the heck is this? What the heck is this? Fireworks? Right. Furnitures. Crown of Insight, then the philosophies of telematerials, then let's see the prosperous partnerships. Alright, so you need like 1000 of this thing and another 1000 of this. Then the Moon's Comely Bro, basically you'll be getting you just do this and then you will get Ningguang's orchid evening gown. Sorry, I'm not my health is not at 100% because I'm not playing well for even since like yesterday or the day before, so yeah. Anyhow, hopefully I can get it done by, hopefully I can get through this. Why then? Without further ado, let's go. And say hi to Shen He. Now then, let's head to Yunjing Terrace, which is... Oh, I can teleport to the Jade Chamber. Maybe not. Am I? この通知を総務士へ送り、 それに記載された仕事を各部門に手配するよう言ってちょうだい。それと、回答祭ではやるべきことがたくさんあるけれど、どんな些細なことでもきちんとやり遂げるのが大切だと伝えておいて。遊びに来たぜ。賓客の来訪を邪魔だなんて言うわけないわ。その様子だと、 リーウェの回答祭に来たのかしら。おう、リョウコは今年の回答祭で何をやってるんだ？相変わらずいろいろな雑務よ。そうだわ、今年は総務士が花火大会を企画したの。ぜひ見に来てちょうだい。回答祭ではこれまで名称の灯火を空に放つことが祭りの中心だった。 けれど、ここ最近リーウェでは様々なことが起こったから、人々にはぬくもりと団らんが必要だと思うの。だからせめて今年はもっと特別な、一人一人に寄り添える形で祝うことにしたわ。花火をリーウェ各地まで送り届け、時間を見計らって一斉に点火すれば燃えるような光と熱が 人々の気持ちを結ぶ。
それが総務市の決定よ。花火？それなら別のところでも見たことがあるぜ。リーユへの花火は何か特別なところとかあるのか？花火というのはもともとリーユへのとある発明によるものなの。リーユへの先祖たちが初めて花火を作った時、それを爆竹と名付けたわ。強い光と大きな音を発するから、毒蛇や獣を追い払ったり、周囲への警告に使ったりすることができたのよ。昔の人々はみんな外で農作業をしていたから、連絡を取り合うのに不便していた。だから爆竹の大きな音は必要時の伝達手段として使われていたの。リーユエコーが正式に開港した後は人々の生活も良くなり、百里も離れた場所で農業をしたりする必要がなくなったわ。次第に爆竹に頼らなくなっていったというわけね。けれど爆竹を使って開墾に励んだ先祖たちの精神は風習として人々に受け継がれた。だから爆竹は花火の前身なの。爆竹を改良したものを開島祭期間中に放つことで、私たちは先祖たちのたくましき精神を称えているのよ。すごい、リーユへのものって歴史が深いんだな。あなたたちももう慣れているでしょ。歴史が古ければ古いほど、その土地にある一つ一つのものが持つ価値は高くなる。それがリーユエよ。花火に関する事務は国政に任せているわ。もし興味があるのなら、私と一緒に彼女を訪ねてみましょう。花火の設置場所をもっと増やさないといけないわね。城内だけでなく全面的に考えないと。警察層の人々も怪盗祭を過ごすのよ。しかし国政様、そうすると予算が。予算というのは何かをうまくやるための最も適切な費用のことよ。もし今の予算では適切に処理できないと思うのなら、総務省に申請をしてもう一度算定してもらうよう頼みなさい。我々の目的は怪盗祭の開催を成功させること。予算はそれをよりうまく計画するためのものよ。本末転倒になってはいけないわ。あ、かしこまりました国政様。ええ、それと安全は第一に確保しておきなさい。あら、行幸と旅人、君たちが来るなんて珍しいわね。旅人は怪盗祭に参加しに来たの？ちょうどあと少しで準備が終わるところよ。花火の設置場所の見直し、それと関連施設の確認よ。日常の仕事と大差ないものね。正直それらの仕事は部下に任せても構わないものだと思うけれど、あなたもう何日も忙しくしているし、そろそろ休んだ方がいいんじゃないかしら。些細なことよ、これくらい何ともないわ。ホーギ、悪いけど新しい計画を作って、それを署名にまとめて総務省に提出してちょうだい。私は城内に行って花火の設置場所の状況を確認してくる。また後で戻ってくるから。旅人、君は大切なお客様だし、今はちょうど仮設でもある。城内に残って祭りの雰囲気を存分に楽しんでいってね。ホーギ、さっき言ったこと全部覚えたかしら？はい、
すべて承知しました。ならいいわ。陽子、旅人、私は先に失礼するわね。はい。陽子様、それにそちらの旅人さん、私もこれで失礼します。国政様から数々の計画を任されましたので、もう一度新しい計画書を作成する必要が。急がなければ。あ、危うく忘れるところでした。旅人さん、ここに花火の筒があります。あなたが興味を持つかもしれないので、会った時に渡すよう国政様に言われていたのです。手先が器用な方ならこれを使って自分だけの花火を作れるはず。もし時間がありましたらぜひお試しください。はい。Not for you when the time comes. おいら、全然話に入れなかったぜ。いや、話に入る勇気がなかったって言った方が正しいな。お前もそう思うよな。国政の気迫が前よりも増してる。それに、以前よりも忙しそうだ。なんでだろう。仙人がリーウェ公の統治を人々に任せるようになってから、民を導く責任は我々七聖が受け持っているの。私たちは様々な領域の重要な仕事を引き継ぎ、それを適切に処理している。とは言っても、全てを自分で行うのはやっぱり大変なことね。今まで怪盗祭関連の事務は広州が担当していたの。でも彼女の父が高齢なため、今年は他の部門へ移動してね。だから怪盗祭の仕事が私と国政のところにまで来たというわけ。私が責任者を担当し、人々が待ち望む花火大会を国政が担当しているわ。これは非常に重要なことだから、最も信頼できる人に託すべきだと思ったの。国政は自分自身に厳しく、仕事に対する熱意も持っているから最適な人選ね。確かにすごく厳しい人だよな。ええ、他人にも自分にもとても厳しいから、追い込みすぎて何日も仕事を続けている。何？私はそれを長期的な解決策だとは思わないわ。過ぎたるはなお及ばざるがごとし。リウエ人なら誰もが知っている道理よ。もちろん私も彼女を説得したけれど、国政の性格はあなたたちも知っているでしょ。どんなに言葉巧みに話す人でも、国政を前にしたら解き伏せられてしまう。旅人、あなたは国政と悪くない仲だし、見聞も広いから、私の代わりに彼女を説得してみてくれないかしら。さすが旅人ね。国政を説得することは容易じゃない。あなたの助けがあれば私も安心できるわ。私はこれから軍玉閣に戻って事務処理をしなきゃいけないの。お先に失礼するわね。国政のこと任せたわよ。はい。本当に国政を説得する方法があるのか。強行ですらうまくいかなかったんだよな。それに誰かを説得するには、その人が感じてることを理解する必要がある。国政はずっと忙しくしてて休む暇もないから。 So she must feel maybe tired。そんな浅い理解じゃうまくいかないだろう。もう一回考えてみようぜ。もっと重要で深いところにある思いってなんだろう。それかこういうことに理解があって信頼できる友達に聞いてみるってのはどうだ。 Let's go talk to Zhongli then。 え、勝利に？ He's really knowledgeable about the people of Yue。 おお、確かに頼りになるな。聞いてみよう。今は王城堂の活
往生堂に行って勝利を探してみようぜ。お二方、何かご用でしょうか？勝利先生なら、同志と一緒に外出中でございます。二人とも出かけたのか？まさか仕事に。同志は散歩をしに行くと言っておりました。お二方をお探しでしたら、三番酔いに行ってみてはいかがでしょうか？同志はよくその近くで宣伝をしているそうです。プロモーション。What area? Look, Jamin is there as well. Oh, いっぱい食べた。ほんとシャンリン、あんなタレを焼き魚につけて食べるなんて方法よく思いつくよね。それにあのタレ味も最高だったよ。へへへ、私特製のタレだからね、味は保証するよ。絶雲の唐辛子をさっと炒め、ニンニクとネギを入れて混ぜる。それに塩、酢、醤油を加え、最後に熱い油で香りを引き立たせたタレ。一見雑な手法の裏には、味や調味料の比率を正確に理解している料理人の姿がある。どの家庭においても量は適切でなくてはならない。それすなわち匠の技。そうそう。どうシャンリン、お褒めの言葉をもらえて嬉しい？すごく照れるよ。ありがとう、勝利さん。私も口がうまい方だと思ってたけど、あなたと比べるとまだまだみたいだね。同種が俺に礼を尽くす必要はない。同種の弁舌はリーウェ校全体が知っていることだ。レーレ、コーパーも何か注文する？遠慮しないで、この同種の私がおごるから。まあシャンリーにつけておくけど。おい、また美味しいもんの話でもしてるのか？あ、旅人とパイモンちゃんじゃない。ここに来るなんて、今日はどういう風の吹き回し？待って、まだ言わないで。この同種が直々に当ててみせるわ。ズバリ怪盗祭に来たんでしょ？別に考えなくても見ればわかるんじゃないか。まあまあ、お互い知った仲なんだし、ちょっと遊び心を入れた方が面白いでしょ。いい時に来たね。ちょうどみんなに新しい料理を試食してもらってたんだ。三杯酔いの店主からは高評価をもらって、勝利さんとフータオにも満足してもらえたんだけど、もっといろんな人に試してもらわないといけない気がするの。どう？あなたたちも食べてみない？食べる食べる。Thank you, but we're here to see Jean. え、食べないのか？わかった。先にやることを済ませよう。久しいな。旅は順調か？ Not bad. We did not laugh along the way. いいことだ。それでそれで、うちの家系に何の用なのかな。先に言っておくけど、私たちも今日大事な用事があるの。試食はついでだよ。用事って往生堂の仕事じゃないよな。お祭りなのにそんな。別に祭りの時でも生老病死は避けられないでしょ。何もそんな怖がらなくても。ま、驚かせるのはここまでにして、本当は天気がいいから街に出て仕事の宣伝をしようと思ってたんだ。あなたたちは雑談でもしてて、私はシャンリンと一緒に
天使のところへお茶を飲みに行くから。勝利さん、話が終わったら私に言ってね。ああ、ゆっくりしてくるといい。では旅人、何があった？ Well, long story short、 幽変は正義感が強く、知的で勤勉、そして才能あふれるものだ。だが何事にも限度というものがある。やはり体が資本だ。そうそう、勝利っていつも理にかなったことを言うだろ。きっとお前の話なら聞き入れてくれるはずだ。俺がガンウォーテイ君なら彼女をいくらか説得できたと思うが、今の俺は一介の滑稽に過ぎない。自分の身分を考慮する必要がある。それに幽変と俺は親しい間柄というわけではない。急に説得を試みても不快を招くだけだろう。おい、じゃあどうするんだよ。直接ではなく、切り口を変えてみるのはどうだ。彼女の心を動かすことのできる物語があれば、お前の伝えたい通りも伝わるだろう。日常生活などの些細なことでも共感を得ることはできる。親しい者の事柄であればより効果的だろう。どういう意味なんだ？旅人はやはり鋭いな。物語の素材を探してくるといい。お前が必要だというなら俺からも意見を述べよう。考えがまとまったらその物語をお前の口から幽変に伝えてみるといい。は？み？幽変はお前と友好な関係にある。人選で言えばお前が最適だろう。あ、わかったぞ。つまり国政のことを知ってる人に事情を聞けばいいんだな。じゃあ誰からにする？ここにいたのね。勝利さんもいらしてたのね。この前の操船儀式は勝利さんのおかげで助かったわ。些細なことを手伝ったまでだ。礼を言うほどのことではない。どうしたの？目が泳いでるみたいだけど、もしかして急に来たから君と勝利さんの話を邪魔しちゃったかしら。だとしたら悪いことをしたわね。国政はどうして急にオイラたちを探しに来たんだ？私がここに来たのは仙人の方々を紹介してほしいからなの。もうすぐ仮説を迎えるから、リーユエ七世を代表して仙人へ贈り物を届けようと思って。前に仙人たちと一緒に戦った時に国政も会ってるはずだろ。まあ知り合いなんだから直接絶雲の間に行けばいいと思うけど。会ったのはあの一度きりよ。私のことを覚えていないかもしれないわ。それに突然訪問したら快く思われない可能性だってある。だから君たちに紹介してもらうのが最も礼儀正しい方法だと思ったの。カーンはここ数日休暇を取っていてしばらく会っていないの。だからやっぱり君にお願いするわ。直接贈り物を届けるだなんて、七星って大変なんだな。じゃあお願いね。私は戻って贈り物の用意をしてくるから。おめでたい日なのに私の用事に付き合わせてしまって本当に悪いわね。花火に遅れないためにも手早く済ませましょう。え？一緒に？いいわよ。用事を済ませたら一緒に行きましょう。勝利さんも今年の花火大会はとてもいい出来栄えだから見逃さないで。ああ、ぜひ見物させてもらおう。知らせてくれて感謝する。それじゃあ私は先に行くわね。旅人、準備が終わったら軍玉閣に来てちょうだい。ああ、行っちゃったな。幽変はいつも物事を迅速に済ませる。実に頼りになるな。勝利も頼りになるぞ。そうだよな。
そう言ってもらえて光栄だ。先ほど言ったことは二人とも心に銘じておいてくれ。十分な素材を見つけた後、またここで相談を受けよう。Okay, so let's see. Use the launch tube gadget in your inventory and select smelt fireworks to access the flame plume star flower production challenge. Okay. Quality rating reaches 2K7. The Silver Knight is full of stars. Okay. So let me. This the fireworks. okay, let's try this one, shall we? I have no idea what I'm doing, but what if we ever. Oops, a bit over. Over. Shoot. Never mind, I'll just complete the smelting then. Confirm. Let's try the other one. Nice. Now on to the size. Now meticulousness. Oh shoot! Yabai with it. Hold on. Single smell. A bit of a mistake over there. Never mind. Too late. Oh no! Again, I misplayed. Let's try that again, shall we? Cause I misplayed. With ones. Alright, let's try the size first. Need picker, single smoke. Oh, brain. Okay, and then. Yes.
Nothing ugly idea. No fireworks that can be launched. Okay. So, part 1 of Flame Plume Star Flowers done. Let's proceed to the Great Gathering, shall we? Okay, so that's how it works. Alright. Now then, let's head to the Jinkin room, shall we?足りないものが多いわね。以前と比べてこの軍玉閣にはまだ多くのものが足りていないの。私の所蔵する数々の書籍、家具、装飾品、すべてかつての軍玉閣とともに海の中へ落ちていったわ。それらのほとんどはあの災害時に破損してしまったの。 壊れていないわずかなものも海面上に散らばっていて、回収が極めて困難、水上での作業が得意な人にしか任せられない仕事ね。ただ北斗がそれらを回収できるかどうかはわからないけど。え、北斗にそれらを回収させに行ったのか。させるというのは正しくないわね。私たちの間にあるのは 常に公平な交渉よ。お金以外に他の報酬もあるわ。<笑>こういうことは複雑なのよ。とにかく北斗は今幸運閣一帯にいるわ。もし興味があるのならそこへ行ってみて。もしかしたら彼女の助けとなれるかもしれないわね。 Okay. Go to the alcove。あの面倒な女め。 海に落ちて粉々になった軍玉閣だ。その中に収蔵されてたものもどうせ全部壊れてるに違いないってのに、それを回収するだと。おお、旅人じゃないか。どうしてあんたたちが。おお、そうか、ちょうどいい時に来たな。今船員を総動員してるんだが、それでも人手が足りてないんだよ。ほら、 深淵にまで手伝ってもらってるくらいだ。なんで深淵
が船にいるんだ。あ、もしかしてライブでもあるのか。そうだぜ。つっても正式なライブじゃねえんだけどな。北斗さんが宴会をやるって言うから、あたいが何曲か歌いに来たんだ。でも始まる前に突然行幸の秘書を名乗る人がやってきて、北斗さんを連れて行っちまってさ。百聞か百行って言ったっけか。あんま覚えてないんだが、とにかく行幸の気まぐれで海の上にある収蔵品を回収してやることになった。もちろん多額の労働費用を支払ってもらう代わりにな。報酬には文句のつけようがなかったから、この仕事を引き受けたのさ。回収には必ず小さな船を使う必要がある。だが船体で動かせる小舟はもう全部出しちまっててな、今は使える船が一隻も余ってないんだ。 I have my own boat. あんたが船を？ならちょうどよかった。あんたの船に乗るとしよう。人手は多ければ多いほど効率も上がる。宴会を開いてこの祭日を祝うためにもさっさと終わらせようぜ。Head to the designated location to board your wayfinder. Okay. She's okay. So we head right over here.Oh, a new waypoint has been unlocked. Shokan. Tabibito, これがあんたの船か？なんというか、小さくて精巧で悪くない。うん、海面上のものを回収するのにぴったしだな。ただちょっと狭いから今度をちゃんと持てないぜ。信玄、あんたのこと私に当たってるんだが。おっと、ごめん、すぐどけるから。ん？なんて。待った、あそこにいるのって強盗だ。海の上で何してるんだ、まさか。あれ、強盗団の奴ら岸に上がったぞ。多分仲間と合流しに行ったんだろう。旅人、船の速度を上げてくれ。奴らに追いつくぞ。はい。すごいゲルミンになるんだ。相手を待つ。なんでこうもついてきやがるんだ。逃げられねえ。早くカルメン兄貴を呼んできてくれ。カルメン？なんか変な名前だな。私の古い知り合いだ。あいつも来ていたとはな。名前だ。この剣はわかるかい？はい。コカ奥義。天身直走、神里流透明雪を前、なんてことしやがる。北斗の姉子のことも知らねえのか。北斗の姉子、お久しぶりです。相変わらず鮮やかな身のこなしで。カルメン、久しぶりだな。また少し太ったんじゃないか。そのままだと茂みに体を隠せなくなるぜ。姉子の冗談は面白いですね。
本題に入ろう。これらのものは私が回収する。持ってるものを全部置け。悪いようにはしない。はい、北斗の姉子の言う通りに。お前ら持ってるものを全部置け。では全てここに置いておきますので、私たちはこれで。すんなりと協力してくれたな。逃げるのも早かったな。うん、あいつらに構ってる暇はない。早く海に出て回収の続きをしよう。そうだ、あいつらが置いてったものを船に運ばないとな。旅人、ちょっと手伝ってくれ。はい。何か浮かんでるぞ。よく見えないな。とりあえず回収しよう。さあ、私が舵を取る。旅人シーエン、あんたたちはあそこにあるものを回収してくれ。誰もいないんだ。カルメンがあいつらを撤退させたんだろう。物分かりがいいじゃないか。私たちは引き続き回収をしよう。早く回収しろ。散らばってる小物は諦めて、金になるものだけ持ってくぞ。それと人を手配して船を組み立てろ。そこまでだ。持ってるものを下ろせ。北斗の姉子、どうしてここに。トンズラ、ここで何してるんだ。いや、その運よく大当たりを引いたもんで、会場から回収してるんですよ。北斗の姉子、お好きなものをどうぞ。これは私どもの敬意の証です。受け取ってください。そうか、じゃあ全部もらおう。それはいくらなんでも筋ってもんが。ここまで頑張って集めたのに何もないっていうのはどうなんでしょう。それはあんたたちが触っていいもんじゃない。もう一度言う。物を下ろしてここから去れ。そんな。北斗の姉子、どうか恩情を。どうやら時間稼ぎをしてるようだな。だったらこれ以上の無駄話はなしだ。来いよ、とことんやり合おうじゃないか。どこの件はわかるかい。形は連機過信さゆるか。踊りなさい。律令に従え。立った。具現戦。失礼。やっ、船は完成して、もう準備できてますよ。親分、見てください。北斗の姉子、撤退、撤退だ。親分が撤退した。俺たちも逃げるぞ。逃げていくぞ。すみません、北斗の姉子。また後日、野郎どもと一緒に償いをさせてください。あいつら逃げるの早かったな。
まあいい、物もほとんど持って行ってないみたいだしな。だがここにあるものはかなりの数だ。あんたの船に全部は積めないだろう。うん、そうだな、船にあるものを下ろしてここに置くことにしよう。回収の段取りでは海竜たちの船がここを通るはずだ。その時あいつらに持ち帰らせればいい。旅人、あんたは先に軍玉閣に戻って行幸に伝言を届けてきてくれ。内容はそうだな、物はもうほとんど回収したから報酬を準備して待ってろってな。はい。お、じゃあ頼んだぜ。カルメンとトンズラも来てるってことは、まさかあの宝刀団の姉貴も来てるのか。海竜たちに警戒を高めるよう言わないとな。So let's head back to the GHQ chamber and report to Ning Guang. Sorry. As I said, I'm not 100%. お帰りなさい。どう、北斗の方は順調かしら。宝刀団も関わっていたとは、確かに厄介だったようね。今回は追い返せたようだけど、それは一時的なものにしか過ぎないわ。彼らはそれ式のことで諦めるような連中じゃない。でもこの件は北斗に任せましょう。彼女はああいう人たちの扱いが上手だからね。彼女の報酬もきちんと用意しておくわ。事の顛末を知らせに来てくれてありがとう。あなたたちにも報酬を用意したから受け取ってちょうだい。それじゃ、私は他の用事があるからこれで。祭り楽しんでいってね。Right, so interrogation by night. Okay, what's the other one? Curio salvage. Right, let's do the interrogation by night, shall we? Navigate. Right, let's do this.The only thing I'm curious is those waypoints will be there only during the event, or it stays there for now. That's what I want. This is focus on me.踊りなさい。それ。
直走、具現せよ。神里流消滅。形は精神と共にあれ。さい、雨描きがたし。雪を前。歌よ錦とな。私は甘く見。失礼。To make them less tanky, you see these fireballs that's in front of me. Pick them up, and then press T, and then throw them in front of those tanky bastards. そんじゃ始めよう。この剣はわかるかい？股間奥義、念の表層、表層よ。立った。雪を前。Thank you.
Ambush. Ambush. Why are you not in the water? Right. Then it is. More ambush. Oh wait, there's more. Midpoint interception. Alright, let's do that. There we go. Let's see what midpoint interception is like. Right, let's just keep going. Wait. Separate the videos, story mode video and the
can challenge a video. Part 2 and part 3. Oh, come on. Unlocks in one day. Okay. Now then. Now that we've done the first part of the Great Gathering, let's move on to Wondrous Shadows. Time limit for this? Okay, I have no freaking idea what am I doing. Okay. Come on. Oh. Okay. Next. Okay.
Wait. Is it? Okay. Okay. Well, let's get the boys. 聖堂に戻り、おの神を守るのだ。 Alright, let's check our progress so far, shall we? So we have 1002 to unlock these fireworks. Afterglow, not interested. Opens in 5 days and 5 hours, okay. Then what about the Prosperous Partnership? 5 days. Complete the stars inscribed the year's wishes to unlock. Okay, fine. Then what about Ningguang's? In 5 days. So yeah, I think we'll be getting everything in 5 days time, where this Oceani Defender is unlocked. So yeah, so that's pretty much the first phase of the event, and this is the part where I end my video. Thank you guys for watching. Hope you guys enjoy what you watch. If you guys like what you watch, please do give a like and subscribe. AJ here, take care, stay safe, good night.